どうも、この動画はですね、愚痴動画になります。ひたすらちょっと愚痴を言うと思いますので、愚痴を聞きたくないという方は、すぐ停止していただければなと思います。愚痴を言います。僕本の出版をするんですね、3月で。今の問題点として、原稿の量が足りないということで、原稿の補足を書いてるんですね、今。で、昨日は14時間ぐらいずーっと書いてたんですよ。久しぶりに14時間ぐらい文章書くってもう相当ですよ。だいぶ疲れた。昨日14時間ずっと本の原稿を書いてたんですよ。それでもまだ終わらないっていうね。やっぱね、本を出すって大変だなっていうね、つくづく思いました。多分おそらく生きてきて14時間文章を書き続けるってないと思うんですよ。多分ない。いや、僕もさすがに14時間文章を書き続けるっていうことは、昨日仕事を一切業務停止して、ずっと書いてました。ずっと。いや、びっくり。でも、もうめちゃめちゃ疲れるんですよ。で、さらに、昨日、深夜2時過ぎぐらいまでずっとやってたんですね。朝10時からずっと原稿書いて、深夜2時ぐらいまでずっと書き続けるっていうね。もう恐怖ですよ、これ。そんな感じで今、本の執筆をやってるわけですよ。やってるわけなんですよ。で、今回のこの本っていうのは、一応そのライターさんに、お願いしたんですけれども、そのライターさんもちょっと仕事が忙しいので、一応、ひな型というかね、ある程度はものとしては出来上がったんですけれど、それでもやっぱ原稿が足りないということで、僕がまた入ってこう、添削しつつこう、ブワーってやってるんですけれども、いや、もしこれ、ライターさんいなかったら無理だったなと思います。いや、ほんとね、今回協力していただいたライターさんには感謝ですね。で、今こんな感じで書いてるんですよ、これ。はい、こんな感じで書いてるんですけれども、これです。ずっとこうやるんで、もうきつい、腰がやばい。で、そういけばこれ買ったなと、今日から美姿勢宣言します。そういけばこれ買ったなと。で、これ買って一度も開封してないんですね。よし、これを使って原稿を書いてみようと。っていう、これの商品レビュー動画です。今日から美姿勢宣言します。宣言しちゃっていいんですか？今日初めて使いますよ、これ。こんな感じで、これはですね、ロフトに売ってました、ロフト。で、これロフトでその試着したんですけど、お、すげえじゃんみたいな。めちゃめちゃ良かったんですね。で、そっから買ったはいいけど、全く使ってなかったんで、これで使うしかないと。もう腰がやばいんで、腰がやばい。こんな感じですね。こうして、あ、だいぶ引っ張られますね、これ。おー、これはすげえ。どうすか、完全変わったよね。やばい、これ。どうすか？だいぶ変わりましたね。もう完全、もう、いや、強制的にこうしてくれるみたいな。ほら。すごくないですか、これ。今変わったの分かりました？一瞬で変わりましたよね。じゃあこれ取りますね。通常はこういう感じですよね。こうですよね。もうパソコンやられてる方だったら絶対猫背になるんです。絶対。これパソコンやられる方はもう集中すると、最初は姿勢を良くしようと思ってこうやってたとしても、もう徐々に徐々に絶対こうなります。
まあ絶対って言ったら分かんないですけど、ほとんどの人多分ちょっとはこうなると思うんですね、体勢が集中すればずっとやってれば、うん、まあ14時間これは無理でしょうっていう、いや分かんないですけど、でもこれをつけるともう強制的に星の、あの巨人の星、うん、あの強制ギブスですよ、強制ギブス、もう強制ギブスですね、これ。まあ、こうして、まあ、取り付け方はそんなに難しくはないですね。まあ、こうして、あ、じゃあこっちか。どっちだ？こっちか。これこうしての。こうか。ほら、もうこう通常がこれです。ほら絶対変わってるでしょ、こう通常が。でここを硬さ調整ができるんで、まあちょっとねかなり強めればもうグイグイいきますね。うわだいぶ引っ張られる、引っ張られすぎだな、ちょっときついな。まあ、こうマジックテープですぐこう調整できるんで、これどうすか、もうここがこうなるんで、あこれはいい、強制的に本当に、うん、いや本当にね今日から美姿勢宣言しますと。これはいいんじゃないですか、うん、もう完全にもうこうやっぱこう要はこうなったとしてもここが伸びるんで引っ張られるんですよね、うん、だめちゃめちゃなんか星のなんか巨人の星かなんかあったと思う、巨人の星っすよね、あの強制ギブス、なんかうーわーみたいな、巨人の星だったよな、まあ昔のアニメですけど、あ、巨人の星ですね、巨人の星、巨人の星の強制ギブスですよ。いやこれすげえな。はい、ということで、まあ、僕と同じようにパソコンをすごく使われる方、これは大変おすすめだと思います。まあまだ使ってないですけど、まあ、使ってないけど明らかに変化はありますよね。まあ買った理由っていうのも実際につけてみてこれはいいぞと思って買ったんですけれども、まあ今まで開封してなかったので開封しました。うん、これはねやっぱこうなるんで、あ原稿頑張れそうです。ちょっとやっぱね腰が昨日ほんと腰痛かったということ、腰が悩みの方、腰が痛いっていうのはまあ完全にこう猫背になってこうなんかこう負担かかってるっぽいんですよね。だからこうまっすぐだとあの腰にもあの負担がかからない、うん、今日から美姿勢宣言します。はい。宣言させていただきたいと思います。はい。うん。ああ。だんだんこうなっちゃいますね。すごいな。まあこれ調整できますんで、自分の好みに。あのあれですね、誰だっけ、芸人で言いましたよね、こういうの誰だっけ、あ春日だ、春日みたい、あこれ春日だな、完全これ春日ですね、春日こんなやってましたよね、こう春日ですね、はい、ということで、今日から美姿勢宣言されたい方はロフトで買えますので、ロフト行ってみてはどうでしょうか。それでは引き続き本の執筆頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。